それでは本日のランクルゼミナールを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はランクル300のグレードによる違いを教えていただきました。私今製品企画の部署に6年前に来まして、この300を育てていくというところの仕事を携わせていただいております。ランクル300のグレード展開について教えてください。はい、まずランクル300、グレードが全部で5つあります。で、下からご説明した方が分かりやすいかなと思うんですけれども、下から GX、AX、VX、ここまでがランクルの300の信頼性、耐久性、悪路走破性をしっかりと守って、素性をフルモデルチェンジで新しくしたところの基本のグレードということになります。で、この3つのグレードに対して、オンロード方向の走りを磨いた ZX と、あとオンロードオフロードの走行を高次元に融合した GR スポーツを上に足しているというようなグレード体系になっております。標準が AX グレードということで、こちら快適装備等も標準的なものがついています。で、一段上の VX に上がりますと、基本的にはいわゆる快適装備ですね、基本的には全部選べるようになってございます。で、1個下がりました GX ですけども、こちら少し、300として特徴的な面白いグレードかなと思うんですけれども、必要最小限の、装備に落としましてですね、本当にこのランクル SUV の、ワークホース的なところというか、走りの部分を、しっかり、必要な方にお届けするというようなグレードになってまして、本当に装備、必要最小限のものになってます。日本だとそうでもないんですけれども、海外行きますとですね、17インチ の, スチールホイールの仕様でしたり、あとウインチの設定があったりということで、もう少しですね、ワークホースの方に近づけたような、仕様もございます。最初からこの Y 字のグレードっていうのは構想にあって、で、今回プラットフォーム1から作っているので、まず素性を良くするっていうところで、その VX 以下のグレードがあって、で、そこに最新技術を盛り込んで、さらにいいものにしよう。で、もう一つはオフロード性能を80超えようだとかっていうところは、最初から構想としてはあったと思いますね。はい。標準グレードを基本にして上級グレードを付け加えていったんですか？そう考えていただければと思います。装備品はやっぱりフラッグシップということで、基本的には全部設定をしながら、した VX をベースに、走りの部分のいろんな装備機能を足していっているという形で理解いただければいいかなと思います。ベースが AX だと思うんですよね。なので、AX はまず標準的な快適装備というのが備わっているというふうに、考えていただければよくて、例えば運転席がパワーシートになっていたり、あとは4席で独立で温度がコントロールできるエアコンですとか、あとサンルーフが選べます、ランクル特徴的なクールボックスが選べますといった、標準的な装備のものになってます。で、一段上げた VX は先ほど全部というお話をしましたが、シートが本革になったり、シートのヒーター、クーラー、あと、メモリー機能ですね、それからパワーバックドアですとか、メーターが一段、グレードの高いものに変わったり、あとヘッドアップディスプレイが選べたりなどなどですね、いろんな装備が追加になります。で、一段下の GX は今ほど申し上げたもの一切ついておりませんで、実はちょっとこれ、お話しするよりは気づいていただきたい部分なんですけれども、カーペットがビニールの仕様というのもですね、 GX グレード選べるようになってます。やっぱりこのビニールシートって汚れた靴とかでですね、乗り降り頻繁にされるような方がその後掃除ができるようにっていう形で、今ランクル300ですと国連ですとかですね、そういったところの でのシーンでこう重宝していただいているものを、国内ではですね、どういうわけかご要望がございまして設定をしているというような、はい、ものになります。幅広く使い方に応じて選んでいただけるようにというところになってますね。はい。パワートレインの違いを教えてください。
上級の ZX-GR スポーツには、ガソリンの他にディーゼルを設定をしておりまして、まあ、それぞれのエンジンの、一般的な特徴のまんまなんですけれども、やっぱりディーゼルっていうのは踏んだところから力強いトルクでグッと車を押し出してくるというところで、こういった SUV オフロードを走ったりというところに、大変、向いているということで、走りを磨いた上位グレードに設定をしているということです。でガソリンもガソリンでですね、踏めば踏むほどこう力が出てくるというエンジンにはしっかりなっておりますので、どちらを選ぶかというのは本当に好みでしたり、価格と燃費の兼ね合いでしたりというところで選んでいただければ良いのかなと思います。 ZX の特徴を教えてください。はい、まず ZX はオンロードユース重視ということで、見てすぐ分かるようにバンパーがですね、エアロタイプに、なっております。あとタイヤがですね、このグレードだけ20インチ用意してまして、オンロードユースを重視したような、設定になってます。あと、シャシーの制御ではですね、ABS 制御サスを用意していたり、あとリアのデフがですね LSD、リミテッドスリップデフといいますけども、オンロードの操縦安定性ですねを向上させるようなアイテムを与えています。内装に関しては大きくは VX と違わないんですけれども、少し木目であったりとかですねを専用のものを用意しています。 GR スポーツの特徴を教えてください。はい、GR スポーツはダカールラリーの、ですとかっていうモータースポーツからのフィードバックを色濃く反映したモデルとなっておりまして、さらにアクロ走破性をですね向上したモデルになります。外観も見ていただいての通り、アクロ走破性を重視したようなバンパーの専用バンパー設定しておりますし、あとですね一番特徴的なのはEKDSS といいまして、サスペンションのスタビライザーっていうそのタイヤの左右の動きをこう抑制して、オンロードなんかでいうとこう車のカーブを曲がるときに安定させるような機能をする、スタビライザーという、構造があるんですが、これを、カットすることができます。でこれ路面に応じてですね車が自動的にオンオフをしているんですけれども、これカットしますとですねタイヤのこの上下の動きが歴代ランクルステーションワゴン最大ということで80を上回るホイールのタイヤの動きを実現するということで、アクロ走破性もそうですし、アクロでの乗り心地というのも一段高めているというのが一番の特徴だと思います。あとタイヤもですねそういうことで上位グレードっていうとホイールのサイズ大きくなるかなというところなんですが、この GR スポーツに関してはアクロっていうのはこのタイヤの厚みが厚いほど走破性が良いということで18インチを維持しております。もう一つ車がスタックした時の脱出性能というところでデフロックをですねセンターフロントリア3つつけておりまして、脱出できない時にセンター、それでも脱出できなかったらリア、それでもダメならフロントということでほとんどのスタックから車を脱出さすことができるという機能も標準で備えております。内装はまず赤が選べるというところと、あといろいろな場所にですねGR のロゴをあしらっているというところですね。ちょっと裏話しますと、オンロードの ZX とオフロードのもう一個グレードっていうのは最初から開発のコンセプトとしてあったんですが、実は GR スポーツって最初 GR スポーツじゃなかったんです。別の名前のグレードを実は用意をしていた時期があって、でその後この車でダカール出ていくんだよねだとか、あとやっぱりそういうことだとすると専用のこうバンパーやなんかを作って特別仕様みたいな形のものが用意できるといいよねなんて話がいろいろ出てきた中で、もうそれら全部一個の企画にして GR スポーツっていうことでこのポジションに置いちゃえっていう流れが開発の途中でありましたね。はい、デザインの特徴について教えてください。 VX、AX、GX というこの基本のグレードはですねランクル300見られた方ご存知だと思いますが、バンパーの、デザインというのが3種類でございまして、その中の標準のバンパーというのをこの3つのグレードは、つけております。多分ランクル300ってパッとイメージするのってZX のエアロだと思うんですが、実はそうではなくてこの車のデザインを一から考えるときも最初にデザインとして出来上がったのは
VXXGX のあのバンパーなんですね。であれはやっぱりその無駄をそぎ落として悪路走破性を、追求するとこの姿になるよっていうのであれがベースになっていて、オンロードを重視をするということで、少し空力も良くしたあのエアロのバンパーがあって、で、GR スポーツは先ほどのベースのものに対してさらに悪路走破性を高めようっていうことでもう一個別でデザインしてというような、はい、形で起きていますと、はい。どのグレードが人気がありますか？どのグレードが人気ありますかはもうあの販売実績の通りですよね、はい、国内は圧倒的に ZX で、でその次 GR スポーツという形かなと思いますね、はい、VXAX が同じぐらいトントンで もう本当に1割以下のレベルだと思います、はい、海外はAX です、はい、地域性があると思うんですけど、あのこの車一番売れてる中東はもう本当に AX ですね、圧倒的に AX、はい、であの少しあの裕福な方々が ZX GR スポーツで選ばれるっていう形ですね、はい、であとオーストラリアだとかあの東ヨーロッパの地域だとあの時々見かけるのはあの雑誌とかでVX が買いですっていうのをよく見ますね。実績どうかちょっとごめんなさい、あの分からないんですけども、やっぱりああいう本当にあの普段の生活の中で悪路を走っていて、ちょっとそのバンパーがガッて言うと嫌だよっていうような環境で、あの休日とかね、あの普段も生活されているような方は、標準グレードが良くて、で多分いろんな装備もしっかりついてて、お買い得感があるっていうことだと思うんですけど、はい。グレードを選ぶ際のポイントを教えてください。やっぱりあのこのランクル300フラッグシップのそのランクルシリーズの最上級のモデルっていうところをやっぱり存分に堪能したいっていうところであれば、やっぱり ZX、GR スポーツ、ここはもうあのオンロードユース、それからやっぱりしっかりオフロードっていうところを味わいたいんだっていうところで、そのどちらか選んでいただくということでしょうし、やっぱりあのそういうことよりもシンプルにランクル、素のランクルっていうのを味わいたいということであれば、その不便でない程度に、装備選んでいただいて、 GXXVX の中から、好みに合うものっていう形がいいかなと思います。本日はどうもありがとうございました。次回もお楽しみに。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。